ため池っていうのはこの雨の少ない上田だからこそ根付いている文化なんで、その文化を利用することによって地域の人により興味を持たれやすい里山再生手法が開発できるんじゃないかっていう研究を行ってます。そして研究してどういうふうなことがこう分かってきたんですか？まだ研究は2年目3年目ぐらいで、まだ序盤の段階なんで、とりあえずはため池を森に設置すると生物層にどんな変化が見られるのかっていうのをまずやってきていて、これからはもっと人の方にも目を向けた研究を展開していく予定です、ね。ため池というのは本来的に、田んぼに水を送るという役割で、ため池というか水が溜まっていればため池かもしれないんですけども、その辺の中本来的な役割機能というとちょっと違いますよね。そうですね、今となれば水道とかが発達しているんで、田んぼとかに送る水の確保という意味合いは下がってきているんですけど、重要なのはため池っていうものに地域の人が興味を示すかということですね。元から昔からあるものなんで、で実際にそのため池を長野大学の森に設置する時もちょっと地域の人に協力を要請してみたら、おため池、ああじゃあこれは教えてやるよっていう感じで言ってくれる人もいたんで、そこからやっぱりため池を使えば地域の人に興味を持たれやすい里山再生所が作れるんじゃないかっていうのがテーマになってます。なるほど。その場合にはため池っていうのは、これも日本で典型的なため池は香川県なんだよ、さぬきの。ここは非常に小さいんだけど、これは香川県でもう本当に水のないところで、高知から水もらいながらさぬきうどんを作ってるところなんだけど、ため池っていうのはね、そこに一つの社会の共同体がきちっと維持存続させてされているからゆえにため池が あるわけよ。それ何かって言ったら、もう水が足りないから、もうため池から水をずっと引いて田んぼを耕作するときに、それこそもうこの近辺でも地で地を洗う水争いがずっと歴史的にあるわけよ。だからそういう意味でね、ため池と地域の住民の社会的共同生活っていうのは、ね、生産と生活密接に深くかかってるわけ。もうため池がないと生活していけないようなレベルのものなんですね。だからそれが今でもここ水田ずっと作ってるの、はい、だからそういう意味でため池による地域社会の共同活動っていうものが今でもずっとこう持続されてるわけ。ため池と生産っていうもの、だからその辺の目もな、ね、ちゃんと見ていかないと、イグサと同じようにそれ重要なことなんだ、はい、だからため池の維持管理っていうのは彼らが本当に重要な地域社会に重要なものとして、今でももう毎年ため池の維持管理を共同でやっていくっていう、その共同でやるっていうことが同時にこの自然の生態系多様性、そういうものを維持していくことにつながっていくっていう、2つの要素を持っていってことを、そう、そこが重要なことなんだ、はい、それが環境ツーリズム学部のすごい重要な視点なんだ、人と自然、エコノミーとエコロジーの両立ってやつです、そういうことなんだ、はい、今後のテーマとさせていただきます、まあ、そういうことです、はい、一生懸命やりました、はい、ありがとうございました。このため池の研究いつ頃から始めてるんですか？ため池はもう何年もやってるんですか？いや、2年生から始めてて、ため池が設置されたのもほんの3年前ぐらいかな、まだまだこれからこの設置してからどんどん生物層が変化していくと思うんで、これからどんな風に変化していくのかっていうのも見どころですね。その生物の方の視点からため池というが今までが主力でしたということなんですね。でも今大野先生からご指摘もあったように、人と自然っていうのが大事なので、これからは生物層の調査プラス地域へのアンケートやら聞き込みなどを追加して、人と自然の2つのテーマでもって研究を進めていくっていうことになりますね。なるほど。順平なんか今言ったようなそのため池の生物多様性の研究っていうのは、同時に今ため池の維持管理をしている主体というのは集落の人たちで、その集落の人たちがどんどん高齢化して田んぼも耕せなくなって耕作放棄地がどんどん増えてくる。
でそれが今あの大きな問題になってるわけ。でそれがずっと進むことによって田んぼを耕作しなくなった人たちがあの高齢化して出てくるとため池の維持管理ができなくなってくる。でそういう時に今度はため池のじゃあ植生がどういうふうに変わってくるかっていうそういうものにつながってくる。もしため池が里山再生省で有効であると証明できた場合はまたその年を重ねてしまった人に代わって新しい世代を呼び込む要素となるかもしれません、ね、その高齢化して耕作を放棄された田んぼやなんかをどういうふうに再生していくかということとやっぱりつながってくるやん、はい、どんどん話が広がりますねこの。だからあのほらあの輪島のなあの千枚田って知ってる？千枚あの棚田で千枚もあるような棚田がこう海まで続いていってそれが耕作放棄されてそれがあの自然環境にも非常にこのいろんな悪い影響を与えてくるっていうんで今全国からそこへ集まって棚田の保全条例を作って保全してきてるわけ。だからおそらくこの塩田平も近い将来そういうふうにならないようにな行政もそれから農業をやる人たちも含めて地域の人たちも含めてなそういうこの水田の耕作放棄を防止するそういうことをみんなで考えていくっていうことも今重要な課題だと思った。でそれが同時にお前らが研究しているこういうものの維持存続につながってくるっていう。なるほど。より大きな視点でが必要ですね。そういうことや。ありがとうございます。まあ、そういうものをいつもどっかに視点に出てた、はい、常に念頭に置いて、見ていくと視野が全然違ってくるから。はい、より広い視野でと。ありがとうございます。いやいやいや、一生懸命頑張ってやってくれ。うん、はい。いい話を彼に聞いたからさ、気持ち触発されて。ありがとうございました。いやいや、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あのため池今塩田平にもたくさんあるんですけれども、はい、今ね農業用水灌漑はですね昔はため池から水を送ってたんですけれど、はい、今はあの ポンプアップで送るのでため池特に使わないと思うんですよね。そうですね。だからその辺の状況はこう調べていますか。はい、もともと先の先輩たちが調べていたテーマでして、うんうん、それで使われなくなってきて管理放棄が進んでいますねっていう問題定義をしていらっしゃる先輩がおりました、うんうんうん、そうすると今ため池というのはどういうふうにこう機能を果たしているんですか。自然環境として存在しているっていう。はい、今のところですか。ため池は景観の一部程度でしかないんですけど、だからそれを打破するためにも里山再生リフォームとして有効であると証明して、これからはなんだ、田んぼのためのため池じゃなくて、里山を豊かにして自然の恵みをたくさん得るための手段の一部としてため池を浸透させていくってことが目標ですね。それはどういうふうなその恵みというのはどういうふうなものなんですか。そうですね、生態系サービスという言葉をご存知ですか。うん、はい、生態系サービスにもまあ様々なものがありますが、うん、そうですね、ため池でこれからとなると、観光とかこう景観的な要素が強くなってくるんじゃないかと思いますね。うんうん、上田はこう自然の豊かなところなんで、うん、その自然の豊かさを象徴する自然の景観の一部としての文化的サービスを持ったものとなるじゃないですか。あと山に設置するものでしたら山自体の生態系サービスをアップさせることができるんで。あ、なるほど。その、生物が水に寄ってくると、はい、基本的にはそういうふうな水環境ですね。そうです。生物が生きていくための水環境、はい、そういうのが一つ基本としてあるということですかね。基本としてありますね。うん、でそれが、昔からあるため池というその地域の歴史的な景観の要素になっていて、それがまあこれからの地域の一つの豊かさというか資源になっていくということですね。はいはい、共通非ため池のみ、ため池のみ、はい、ちょっとこれはどういう意味ですか。そうですね、これは、森のみの、動物の動物で、32種類という意味で、はい、これはため池がない場合という意味ですか。はい、あ、こちらため池のみある場所、ため池のみある場所、はい、が22種類です、はい、で取れる虫はヤブヤンマのヤゴとか、まあ、ツノムシですね。
でこちらは、森のみの植物が4種、はい、で赤がこの森のみという意味ですか。はい、はい、そうです、ね。ため池でないところだけという意味ですか。はい、はい、でため池があるとさらにこれは、水生の動物というのか、水を生活生息環境とする動物が増えて、虫が増えてくると、生物が増えてくるという、そういうことですね。はい、はい、で両方でいるのが13種類。はい、はい、そういうことですね。はい、これは、種類は、こちらには示してないですけども、はい、ここに上がっているようなものということですね。あ、はい、はい、うん、ないな、うん、そしてもこれだけ、生息する生物が増えるということですね。はい、このため池はどちらにあるんですか。めぐみの森ですか。はい、名護大学のめぐみの森の山の上の方ですか。奥に、奥、はい、ありますね。この水はどうやって引いたんですか。水の場合はこれはため池はもともと雨の少ないのを利用してなので、基本は雨の水で溜めてるんですけど、足りなくなったとかものすごく思いっきり雨降らない時あるんですよ、上ですが、はい、特徴的に、はい、それで干からびちゃいそうになったりとかそういう感じになると水を足したりするそうです。はい、これ山の上にあるんですか。そこの恵みの森の、恵みの森の、その一角に、一角に、はい、はい、そうするとここの、もともとの水は雨なんですか。雨水、雨水、はい、作りで、雨が、雨で出た水を溜まるような作りにして、はい、でそのため池にもなんか、学んだんですけど、教えてもらったんですけど、なんか種類があるんですよ。山で作るそのため池の作りにして、でなんかその雨が降った時にその坂で普通に溜まるような作りにしたそうです。普通にね、こういうため池の、はい、溝っていうか深みを作ってもね、はい、地面に染みていってしまいますよね。あ、はい、これ何か、染みないような工夫してるんですか。あれはもっとこうそうしなくてもたまるんですか。はい、その基本はなんかその固めたりするだけで、あの土とかでちょっと固めたりするだけでぐらいで、その踏んだりとか人の踏んだりあった時とかで大体なるそうです。はい、大体はその雨水、うん、雨が長、うん、なると自然に溜まっていくようになってるのがため池のシステムらしいんですよ。ああ、そうなんですね。でその文化を利用して、うんうん、その自然再生に生かすっていうのがこの研究の目的なんですけど。はい、はい、分かりました。はい、これからの研究は、うん、どういうふうな方向を考えていますか。まだちょっと自分では分からないんですけど、はい、うん、同じような研究をまた1年やっていき、それに、まあ、応用を加えるなどとして、はい、まあ、うん、やっていきたいなって研究を、はい、はい、思っています。研究をしてみてここが面白かったなっていう、こう一番面白かったと思うところはどういうところですか。そうですね、まあ、長野大学にため池があるということを初めて知ったときに、うん、その生物採集しに行こうってなったときで、その虫網とか使ってこう、うん、取るんですよ、虫を。そこがなんか面白かったなって自分は、はい、池に入って虫を取って、でどんな虫がいるのかなっていう感じが面白いなって、なんか環境の授業をやってるなっていう実感がありました。うん、その辺の面白さを感じたんですね。はい、はい、これ例えばそういう自然体験の面白さっていうのは観察の面白さ、はい、これもっと多くの人たちになんか共有してもらえそうですよね。そうですね、子どもたちと一緒に何かやったりとかいうことはしましたか。子どもたちではないんですけど、オープンキャンパスで模擬授業として一緒にやりました。はい、水に入るんですか。ここに入らないか。ああ、まあ、周辺で観察する。周辺とあと水に入ったりも、じゃあゴム長が履いて、はい、あ、そうですか。履いてもらっていただき、で高校生も一緒に虫を取ったりして。あ、そうですか。はい、やりましたね。これ季節にもよりますよね。今は特に虫って言ってもそんないるわけじゃないですよね。そうですね、やっぱり
取れないですね、うん、池はそれなりに取れてたんですけど、うん、本当森とかは本当になく落ち葉ぐらいしかなんか見えなくて、うん、全然虫がいなくて、うん、池に行くとこういうヤゴとかマツモムシが取れるぐらいですね、うん、今後はその、うん先輩とかから聞いた話なんですけど地域の人間の方、うん、人の方に目を向けて、うん、そのため池についてのアンケートを取るっていう話が出てるんで今年は多分それを実施するのかと思うんでもっとこの今回生物が思うじゃないですか、うん、なんでだんだん人の方の地域の方もデータが取れると思うんで、はい、期待しててください、はいはい今後できたらやっぱり他のため池と今自分たちが作ってるため池を見てそれで見比べてもっといいため池にできたらなっていうのはありますね、うん、なるほどね、うんはい、これはねなんて言うんだろうこれは確かに、まあ、ため池といえばため池なんですけれどもなんか水たまり、うん、水たまりという方がより正しくてため池というのは水が溜まってるか玉池ではなくて、はい社会的な役割を持っている機能性をこう意味しているんですよね。そうですよね。溜池田んぼなどに灌漑をするための、はい農業用水ですよね、はいうん、というのが本来的な意味合いで溜池といった場合には農業用水の池という意味を持ってるわけですね。だからこれはね、そういう意味では水たまりなんですよ。そうなんですよね。まだ、うん、僕じゃないんですけど、行ったんだよね。夏合宿というのがありまして、里ヶ島に行ったんですよね。あ、そうですか。はい、なんか時の体制に関してなんですけど、うんうん、そこで見たため池は本当なんか広くて、うん、もう。正方形みたいな、うん、もっと綺麗な池がありまして、うん、で水もちゃんとした、うん、綺麗な水が溜まっておりまして、うん、濁ってもなく、うん、本当なんか虫がいそうだなっていう感じがしました。 あとトキも来そうだなっていう、うんうん、それともそれと今のもう見比べちゃうと、うん、今後本当に自分たちの整備と研究で、うんうんうん、もう自分たちの上田のため池をどのように活性化させていくかっていうのが本当に課題になってるっていうのがもう目の当たりになったっていう本当に変えなくちゃいけないっていうのはありますね。僕がここへちょうど7年前に来てそれで僕がここへなんで来たかっていうと、うん、新しい学部を作るそういうことで手伝いをしに来た。で手伝いに来たんだけども、まあ、環境ツーリズム学部を作る学部の名前はまだはっきりしなかったんだけれどもそのためにこっちへ僕は北海道の大学からこっちへ定年前に来たんだよ。そうでその前は長野高知大学にずっといたから、だから僕は56歳で高知大学の名誉教授になってそのまま北海道の大学に行ってで定年前にこっちへそういうことで来たで来たんだけれども千曲があまりにも汚れていてもう大変な川だと。で千曲川をなんとかきれいにするようなそうした学会を作りたいなということで安井先生だとか古田先生だとか長島先生だとか4人で研究会を作ったわけ。千曲川流域研究会っていうで僕がその責任者になってそれでこうやってたけどあまりにも汚すぎるからこのなんとかそういうことで研究会を作って学会を作ろうとその学会の中身は下駄履きで流域の人たちがその積極的にこのいろいろな話ができるような学者前とした学会ではなくてそういうその地元の人たちの知恵を生かしながら研究者の知恵と合わせて流域を豊かな、まあ、この流域にしていくそういうことをみんなで考えようやということがきっかけで学会を作るための2年間の準備を得て
学会が出来上がったわけ、うん、そういう経緯があって筑波川流域学会というのができたわけ。分かった、はい、筑波川がなんで汚いかって言ったら、僕はずっと四万十川を見て、四万十川流域をずっとこのいろいろとあの流域の調査をしてきているから、四万十川ってのは日本で最後の清流って言われてる、そういう川なんだ。それから見たらあまりにも汚れているから、ね、そういうこの比較があったから。どれぐらいひどかったんですか。いや今だって汚れてるよすごく、うん、すごく汚れてる川だよ、まあ、僕の目から見たらね、うん、だからこの流域の源流はどんな源流の状況になってるかなっていう、そういうことをいつもこう思いながら、あの先ほど言ったあの研究会のメンバーと源流まで行ってみようっていう。ところが安井さんと長島さんと僕とあと長野大の OB がいて、あの5人でそっちへずっと回ってたんだけれども、源流へ行く前にもうロートルだからみんなバテてひっくり返ってきたな。それで帰りにあの木を切ったりする仕事の人たちと話をして、その人たちの車に途中まで便乗して帰ってきた。そういうあのいきさつがあるわけ、この学会を作ったっていうのは。でどうしてあのこの川が汚れてくるかっていうことには2つ基本的にはあの問題があるんだ。一つは上流域の山がちゃんと管理されて広葉樹で保水力のある山であったらばもっと水がきれいになるはずなんだ。で2つ目はあの流域の雑排水、家庭の雑排水、そういうものがこう入り込んでくるとこの汚れてくる。でそれにもう一つ加えて言うと、流域の周辺にある田んぼや畑、そういうものを耕作している生産者農家の人たちがこの化学肥料や農薬を多投していくと、そういうものが水の中にこう入ってきて、そして水がきれいであってもそういう汚染された実態は汚染された川になってるなんていうところが全国いろんなところにあるわけだから、そのためにこの魚を取ってる漁師さんたちが農業をやってる人たちにこの汚染しないでちゃんとあの環境保全型の農業をやってくれと、そしたら自分たちの漁業が本当にそのずっと続いていけるよっていう、そういうことをこの話し合うような場をあの作るような問題を提起して、北海道の網走川流域ではすでに漁業者と農協の人たちが一緒になって網走川流域を環境を保全していこうという、そういう提携も結んでる。で僕の理論で流域共同管理論っていうのがあるんだけれども、その流域をこう見るときに我々が目指すべき方向は何かというと、環境汚染型の流域社会から環境保全型の流域社会へこの向けて、この流域の人たちと研究者とそれから自治体と企業とボランティア活動の人たちがみんな一緒になって環境保全型の流域社会を作っていく、そういうところにこう向けていく目的を持って進んでいこうというのが我々の筑波川流域学会の目指すところだ。
そういうことです。売れないかなと思ったんですけど、思ったよりもみんなバンバン、みんなお客さんが来てくれて美味しいって言ってくれるんで、出だしはとてもいいですね、はい、ちょっとまあ一番賑やかかなとは思いますね、はい、今日の準備は、はい、万端です。はい、朝7時から仕込みを始めまして、はい、これもう今どれぐらい履けました？もう100近く売れてます、ね、はい。このサントバーガーというのはどういう狙いですけども、サントバーガーというのは上田のサント上田の歴史をいろんな方に知ってもらって、さらに桑の葉など上田でも作れるということをいろいろアピールしたいです。はい、どういうところをこう工夫したんですか？そうですね、パンの緑色を出すために桑の葉を使ったのと、あとソースの方にシルクパウダーを使って、でまたこれで美容と健康にいいということをアピールしたいなと思っていました。これからが見どころというね。これからはどういうふうな展開をしていきたいというふうに思っていますか？そうですね、またいろんなちょっと反応を見ていろいろ決めていきたいと思います。またこういうお祭りみたいな場にも出していきたいなと思います。はい、はい、
農業用水として使われています。ここ淀谷田は昔から雨が降らない日なのでため池も多く作られています。私の後ろのこの池が下杭池です。ここにはとっても悲しい伝説がありました。ここには昔雨が降らなくて地元の人たちはある生きている女の子を神様に捧げました。であと女の子は死んでしまいました。とても悲しい伝説でした。
らっしゃいませ。こんにちは。今日はロワールベーカリーさんに面白いパンがあると聞いてきたんですけれども。はい、一つは玉ねぎの皮が入ったパンです。もう一つは桑の葉の粉末が入った。はい、玉ねぎの皮に桑の葉、普段ちょっとあまり食べるっていうイメージはないんですけど。実はですね、もともと栄養価の高いものを皆さん廃棄処分されてたんですけれども、はい、パンの中に入れて食べると非常に食べやすいパンができるんですよ。はい、それでいながら栄養価が非常に高くて、はい、今まで見過ごされた材料を使いながらこうやってパンをの中に入れてみました。はい、今まで玉ねぎの皮なんて食べることなんてありませんでしたからね。この発想はとても新鮮です。ぜひ変わった感じのパンなんですけども、栄養価が高いパンとして、ね、召し上がってみてください。はい、実はもっと変わったパンがあるんですけど。はい、もっと変わったパンですか。パンの中にアイスクリームが入ったパンなんです。アイスクリーム、今お見せします。はい、実はこちらのパン今焼いて差し上げますんで、はい、あなた食べてみてください。 ありがとうございます。いやちょっとパンの中にアイスクリームっていうのは新鮮なのでとても楽しみですね。実はこのパンなんですけど、はい、召し上がってみてください。はい、それじゃあ早速いただきます。あったかいパンの中に冷たいアイスクリームが入っていてとても新鮮な感覚です。とても美味しいです。本日はどうもありがとうございました。美味しいパンをどうもありがとうございました。はい、どうも。はい、アイスクリームクロワッサン本当に美味しかったです。ありがとうございます。じゃあそれでは。売れないかなと思ったんですけど、思ったよりもみんなバンバン、みんなお客さんが来てくれて美味しいって言ってくれるんで、出だしはとてもいいですね。はい、ちょっとまあ一番賑やかかなとは思いますね。はい、今日の準備は、はい、万端です。はい、朝7時から仕込みを始めまして、はい、これもう今どれぐらい買ってました。もう100近く売れてます。はい、このサントバーガーというのはどういう狙いですか。サントバーガーというのは上田のサント上田の歴史をいろんな方に知ってもらって、さらに、桑の葉など上田でも作れるということをいろいろアピールしたいです。はい、どういうところをこう工夫。そうですね、パンの緑色を出すために桑の葉を使ったのと、あとソースの方にシルクパウダーを使って、でまたこれで美容と健康にいいということをアピールしたいなと思っていました。これからが見どころというね。これからはどういうふうな展開をしていきたいと思いますか。そうですね、またいろんなちょっと反応を見ていろいろ決めていきたいと思います。またこういうお祭りみたいな場にも出していきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、
上田城はどうですか？とってもいいところですよ。あ、奇遇ですね。あ、本当ですね。自慢焼きの味はどうですか？あ、上田の味ですね。奇遇ですか？あ、本当に奇遇ですね。いや、抹茶アイスの味はどうですか？上田の味ですよ。被災地支援といっても何をしていいのかわからなかった。私の小さな手では大したことはできなかった。でも私は信じている。あの場所が花いっぱいになることを。みんなの力が集まって大きな力になることを。今朝はここ上田城跡公園に来ています。今年は3月11日に東北地方で大地震が発生し、そんなこともありこの千本桜祭りも例年より自粛の中での祭りとなりました。ここは上田城市の代表的な場所で多くの人たちで賑わっています。戦国武将が身につけていた鎧兜を身につけているところがあります。どんな感じ？気分は？いや、すごいずっと着てみたかったので。あ、そう。はい。憧れね。楽しい。かっこいいよ。あ、ありがとうございます。ちょっと。こんな小さな子供の鎧兜姿もありました。2歳です。辞めたいけれど辞められない6年間、その半分は入院生活。内観をしたことで
本来の自分を取り戻す。以来ボランティア活動で生き生き生活です。麦畑、うん、そこのねところにもうあぜもそうだけど草ぼうぼうなの助かるな、うん、そこやってもらえば、うんうんうん、じゃあやらせてもらおう。あ嬉しい、うん、はい。シルクロードももちろんなんですけれども、あのいろいろな人物が活躍したり、あるいはその三市場というもので栄えたと。で私たちはこの、まあ、むしろ未来に向けてですね、この上田っていうのを考えていこうということで、アーカイブというものを私たちは進めてるということなんですね。昔の横浜銀行の本店の建物を今本庁栄線で前を通ってるところです。ですね、あの土をかけてそれで橋らしくなくしてですね、まあ、敵が攻め込んだ時にその橋を落として要塞に使うということでですね。人変えてるのがここなんですよ多分おそらく。あ、これね。はい。こう。変動またしますけどね。はい、次はいいですよね。次は立つですね。下手ウォがあっても良さそうだけどないですね。そうすると持って花ですね。これは丸子か。これは大谷橋。真田線も撮ってたな、親父は。真田線は45、6分ですよね。そうですね。あ、丸子町駅ですか。終点ですね。そうですね。